こんにちは、猫山です。今日は久しぶりに骨折についての動画を作ろうかなと思ってます。まずですね、一つ目に久しぶりに、骨折についての動画を作る理由をお話ししようかなと思ってます。で、二つ目ですけれども、現在の状態がどんな感じかっていうのをお話ししようかなと思ってます。できるだけですね、短めで、5分前後で作りたいなと思ってるんですけど、よろしくお願いします。で、まずですね、一つ目の久しぶりに骨折についての動画を作ろうかなと思った理由なんですけれども、自分のチャンネルを見てるとですね、骨折の動画はだいぶ前に作ったんですけど、今でも見ていただいたりしてるようなので、現在の状態とかも含めてね、お話しした方がいいかなとか、ご家族がね、骨折されて困ってるとか、ご本人さんでも骨折したのか、それとも捻挫なのかなって不安になってどうしようとか、あとどれぐらいで治るのかなとか、あとは医療関係の方でどんな感じで患者さんはどう思ってるのかなとか、いろんな立場で見ていただいてる方いると思うんですけど、あとは登録してくださった方とかで、そういうことも踏まえてね、やっぱりちょっと、久しぶりに作ってみようかなと思ってこの動画を撮っています。でですね、現在の状態ということで2つ目の、ことなんですけど、簡単に言いますと、よくはなってるかなっていうのが現状です。最初にですね、骨折したのが春先というか、冬の終わりというか、それぐらいの時期だったと思うんですけど、段差のところパタンとこけちゃって転んじゃって、で捻挫だと思ってたんですけど、実は骨折してたっていうお話だったんですけど、でそこから1ヶ月半とか、2ヶ月とかで動画を撮ったりとか、あと写真をね、たまたま YouTube やってたんで、なんか何でもいいやと思ってパシャパシャ撮る癖があるんで残してあったので、それを組み合わせながらね、もしかしたら参考になるかなと思ってまとめて作ってたんですけど、で意外と気になってる方が見ていただいてたっていうことだったんですが、で普通に今はですね、歩いてるし、あとは毎日階段の上り下りもあるんですけど、それもちゃんとできてるってことで、でどうして良くなってるかなって自分で実感してるかっていうのなんですけど、もちろんね、自分の歩き方を考えた時もあるし、あと自分でそんな不便感じてないかなっていうのもあるんですけど、周りからですね、言われることが変わってきたっていうのがあって、リハビリをしてる時にもう自分では良くなってるっていう気持ちがあったんだけど、久しぶりに会う家族とか親戚とか、いろんな人とかが「なんか足引きずってるね、大丈夫、まだ良くなってないんだ」とか、そういう感じで言われたんですね。で自分では普通に歩いてるつもりだったんだけど、旗から見てると違うってことで、あ、まだ私良くなってないのかなと思って、それでリハビリを続けて頑張ってたっていうのもあるんですけど、大体ギブスはめてたのが、2ヶ月弱ぐらいだったかな。でその後、リハビリに入って、2ヶ月か3ヶ月弱だったか分かんないけど、それぐらいで、夏ぐらいで一旦終わりっていうことで様子見てるんですけど、先生は調査に一旦終わりっていうことにしようっていうことで、また調子が悪くなったら来てねって言われてるので、そういう時にはまた伺うことはできるんですけど、であとですね、リハビリの動画もリハビリの動画とか、リハビリのこともっていうのでちょっとだけお話ししたりしてるんですけど、先生とお話ししてた時に今もねちょっと別のことで整形外科さんから通ってるんですけど、その時にやっぱり同じ痛みとか同じ箇所やってもやっぱり違うリハビリの方法とか、運動した方がいい場所が違ったりするっていうことをおっしゃってたので、これ私は患者の立場で発信してますので、そのことはご了承いただきたいと思ってます。なので自分の治る過程とか、あとは自分が患者の立場で話して同じように不安に思っていることで、自分はこうしたよとか、そういうことをちょっと参考に見ていただいたらいいかなと思って作りました。猫鳴いてますけど、猫の動画も作ってるんですけど、
はい、癒し、やっぱり骨折生活大変だと思うので、癒しのチャンネルということで、ついででね、もし気に入ったら、猫好きな方いたら一緒に見ていただけたらいいと思います。はい、であとですね、自分が患者の立場で考えて気をつけてたことっていうのが、やっぱり動けないんですよね、なかなかね。松葉杖だと松葉杖で歩くのが大変なので、あんまり距離とかも歩けないし、あとここの脇のとこ痛くなったりしますよね。本当はここ使っちゃいけないって松葉杖言われたんですけど、先生に最初に。なんで、ここのところでね、押さえて、ここ痛めないようにした方がいいって言われたので、ここだけでやってたんですけど、猫の敵じゃん、すいません、はい、はい、ちょっと今撮影中だよ。で、はい、ですいません、はい、で骨折をしてる間ですね、なんで太りすぎないようにしたいとか、動けないでね、あと血液とかそういうのも検査とかあると心配だったりしますよね。なのでそういう面をちょっと心配しながら、食べるものに少し気をつけたり、あとは便秘とかにもなりやすいんですよね、動かないとね。なんでその辺も気をつけたりしながら、過ごしてました。食べたものとか、こんなもの飲んでたよとか、こんなものがいいんだよっていうことだったらちょっとはお話できるかなと思うので、またそっちの方をですね、続きで作れたらいいかなとも思ってます。あと普段猫と、観光とか、そういう癒しの、なんですかね、自然の中で過ごすものとか、そういうのも作ってるんですけど、いろんなのがあるんですけど、Vlog 風に作ってるんで、好きな、ものを見ていただけたらいいと思うので、自分に合ったものがあったら、参考になるものがあったら、それチャンネル登録していただいて、見ていただいてってことです。お好きなものを見ていただけたらいいと思います。ということで、よろしくお願いします。以上、猫山でした。ありがとうございました。